しかももうツインの部屋を一人で使ってます。なんか部屋の電気が少なすぎて困って、暗いかな。こんばんは。そう、写真集のファンクラブイベントのファンクラブ限定申し込みは今日までです。一般も始まりますけれど、宮古島はあったかい、めちゃめちゃあったかいってわけじゃないです。普通、あ、でも20度とかです。なのでまあまあ、まあ、確かに軽めの服装で歩けるってぐらいです。こんばんは。タンクトップはいけません。まあ過ごしやすいね、確かに。でも風の関係でね、4時間も飛行機乗ったんですよ。もうそれで本当に長くて、で文句は言っちゃダメなんだけど、いや宮古島、羽田から宮古島まで、まあ本来だったら3時間半、今日は4時間ぐらいかかったんだけど、私が通路側の席だったので、隣の窓際と真ん中の席の人は全然、まあ、知らない方だったんだけど、その真ん中の、あ、違う、窓際の人が、あの、ありえない、でもお腹は痛くないと思う。そのもう4回トイレ行ったの、そのめっちゃ行くじゃんみたいな。で私さ、通路側だからさ、4階立ったの、はい、はい、みたいな。だから、まあ、もしかしたら体調が悪くなっちゃったのか。しかもその人めっちゃ、そのコーヒーとかリンゴジュースとかをくれるサービスあるじゃないですか、めっちゃ飲んでんのよ。コーヒーめっちゃ飲むし、自分のなんかあやたかめっちゃ飲むしみたいな。だからだよって私はめっちゃ隣の席から思ってたの。いや、だ、そんな飲んでるからトイレ行くんだよって言わないけど、もうここまで、いや言わ、絶対言わないんだけど、ここら辺まで、でもってなった。そう、カフェインめっちゃ摂取してて、って言いつつ私も今コーヒーを飲んでる。うん、宮古島のコーヒーだわ。最後まで立たない自信ない人は窓際の、満席の窓際に座らない法律作った。本当だよ。まあ仕方ないんだけどね、いろいろ体質とかもあるだろうし。4回もトイレに行っといて状態ね、つまんない。つまんない。私はさ、今日ね、あ、まあ、今日2回秘宝があったの。まず1回目の秘宝は、まあ、羽田空港って結構遠いじゃないですか。まあ住んでる場所によるか。羽田空港の近くに住んでる人もいるか。まあ私は羽田空港から家が遠いんですよ。まあ皆さんもそうかもしれないけど、結構郊外にあるじゃないですか。だから羽田空港の近くのホテルを私は今日自分で予約して、その結構ゆっくり朝を楽しもうと思ってホテルを事前に予約してたの。そしたらそのホテルの中で昨日深夜朝方か4時ぐらいに起き上がったんですよ。普通に目覚めてちょっと水でも飲もうかなって思ってベッド降りたら転んで足をちょい捻挫。そんなひどい捻挫じゃ、全然歩けるんだけど、まず足をちょい捻挫っていう、まず秘宝が一個。もう一個の秘宝は、その、ホテルにエアポッツを置いてきた2回目の秘宝です。すぐ本当に駅着いた瞬間、その
まあそう、ホテル出た瞬間にやばい待ってエアポッドないって気づいて、でももうホテルまで戻ったら時間ないからすぐ電話したの。そしたら西村さんありますよって言われて、そうだからホテルにあるんです私のエアポッド。だからまあ東京に帰ってきた時にホテルまで取り行くんですけど、ていう私の2つの秘宝、リアル悲しい秘宝でした。いやでも本当にね、エアポッドはあってよかったんだけど、やっぱ捻挫、私1年前もちょうど1年前にも捻挫してるの。あれは結構大きい捻挫だったんだけど、あのカルコメパープル、違うグリーンの千秋楽でちょっとテンションが上がってたのかみたいな感じで、あのとある駅のエスカレーターにこけた、でこけちゃったっていう、 その時は結構マジ超痛い捻挫で、人間って痛すぎる捻挫にあったらあの多分笑っちゃうんですよね、痛み通り越してそう、あの時はもう笑っちゃうぐらい痛い捻挫だったの、立ち上がれなくて。でも今回は普通に立ち上がってるちょい捻挫なんですよね。去年の1年前の多分7分の1ぐらいの捻挫なんでよかったんですけど、そう去年も捻挫した、捻挫しんどいです。こんばんは。カルコメグリーン抹茶のせい、なんかあったねそんな話、なんだっけ、どういう話だっけ。カルコメグリーンってなんか抹茶が、私なんか最後語りのセリフあったよね、うん、全然何にも思い出せないまあでも無事にね、ちゃんとそんなに大きな怪我になることなく、今日はこの宮古島に来れてよかったです。ちなみにこの泊まってるホテルの周りが何もなくて何もない、何もなくはないんだけど、多分ちょい夜のいてたらちょっと夜の街なのかな。私が着いたのは15時とかだったんですけど、多分ね私が泊まってるホテル多分そう、いや違うかもしれない、違うかもしれないんだけど、私は今自分がね宮古島のどこにいるかも全く分かってないの。車で移動しただけだから全く自分がどこの場所の何なのか全く、ホテルの名前も知らないんだけどその私がそのこの辺をちょっとフラッと行ったら、なんか夜開店のお店が多くて、バーとかスナックもちょっとあったし、ちょっとあの10分ぐらい歩いたら、だからその昼間にやってるいわゆるランチ的な、ブランチ的な、私何も食べてなかったからもうお腹すきすぎてどうしようって思って、でも居酒屋とかが多いから何にもなくて、で唯一一個なんか宮古島料理っていうか沖縄料理っぽいお店があったんですけど、あんまりなんか好みじゃなさそうだなって思って、結果私はなんかハンバーガー屋さんに入りましたあのそう結構アメリカンなハンバーガー屋さんに入って、ここなら絶対美味しいじゃんと思って本当に美味しかったんですけど、でも後々そのお店調べたらちゃんと沖縄しかないチェーン店だったんですよ。何でしたっけ、あの名前は忘れましただからまあまああの美味しいハンバーガーを食べれててよかった。でコンビニでこれを買いました、沖縄そばを買いました。
私ソーキそば多分食べたことないと思うんです。多分ね、一回さあのさ総選挙で沖縄行ったけど全然沖縄を満喫できなかったから、あの時バタバタしてて無観客になっちゃった総選挙。これを買いました。サーターアンダギーとか好きなんだけど売ってなくて、あとさ一個さ私と思ったのが、そのホテルが結構すごい素敵なホテルでありがたい大好きって感じなんだけど、私チンスクを好きなんですよ。美味しいじゃないですか、なんか雪塩味とかあれめっちゃ美味しいじゃないですか。で結構その沖縄だからいろんなチンスコの種類があるのかな、ホテルの売店にあるのかなと思って、その雪塩しかないの。ねえねえ嘘でしょと思ってねえもっと私は種類があるのを想定して売店行ったら、もうチンスコがもうこれしか売ってなくて、あと全部キーホルダーとかストラップ系が多くて、私はチンスコ大好きなのに。こんばんは。そう、総選挙の時台風が来ちゃったからね。まあそんな感じ。ただまあ今回宮古島駅伝っていうのが、そういう大学駅伝があの宮古島であるんで、明日あるんですけれども、その取材で今回行かせていただいておりまして。明日宮古島駅伝があって、今日は割とすごいゆったりなスケジュールで、明日は結構朝が早いんですけれども、今日は割とゆったりしたスケジューリングで、え？沖縄もファミマ？ファミマ？沖縄にファミマある？海ぶどう食べたい。東洋はね出なくなっちゃったんですよね。こんばんは。これもう私最近さ、いやついに西村奈々子ブラックコーヒーを飲むようになるのも、き私今までなんかブラックコーヒーの良さが分からなくて、どうしても甘い砂糖とかミルクとか入れないと絶対飲めない、飲む意味がないとか思ってたんだけど、最近ブラックコーヒー好きなんですよ。なんかねあんまり良くないのかもしれないんだけど、多分これみんな真似しないでほしいんだけど、あの食欲がない時にコーヒー飲むとなんか食べた気になるこれあんま皆さん真似しないで、体調を崩しますよ本当に。ただそう、私もめっちゃ動く日とかはこんな生活食生活はしないですけど、なんかまあそんなに今日なんかご飯なんかあんま食べたい日じゃないな、でもコーヒー飲んだらなんかお腹いっぱいになる胃が荒れます。やめますね、もうやめるわ、明日からやめます、明日からやめます。健康第一、この今年の1年の目標健康第一だから、やっぱね健康大事。こんなさコーヒー飲みながら言うのもあれだけど、こうもうインスタントも食べながら、あれで、おおすいません、いろいろ落としちゃった。こんばんは。寝不足で舞台見る前にブラックコーヒー飲む、そうなんだ。私は寝不足の日は寝不足の日は、あ私は割となんか寝不足で貧血になっちゃうタイプなんですよ。だから眠気を覚ますというよりも寝不足の日は鉄分をたくさん取るようにしてます。コーヒー1日10杯ぐらい飲む、めちゃ飲むじゃん。
お酒飲みながら配信見てるわより健康だから平気平気、それは不健康。寝不足の時は寝ます、それが一番よ。胃腸は丈夫です。お腹壊したりすることなんかめったにないです。基本的には胃腸は丈夫です。貧血には良くなります。まあ、でも本当に今まだ油断できないけど、もう舞台前にインフルになれなくて本当に良かったと私は思ってる。本当にすっごい流行ってたじゃないですか、インフルがね。だから甘くないクッキーを食べてる時のコーヒー最高。本当まだ焼肉たくさん食べても次の日もたれしないな、若さね。ああまだもたれないかも。まあね。コロナになっちゃいました。熱39度出た。私コロナになった日は、なった時は熱は出なかった、まあ、出たけどそんなにひどくなかったからよかった。でもなんかさ、世の中の体調不良の中で一番、世の中の体調不良、世の中の体調不良で一番しんどいのって喉の痛みじゃない？なんかいろいろ、あーでもお腹痛いのも、頭痛いのも嫌だな。いやでも喉の、いや全部嫌だわ、全部嫌です。咳も嫌だわ、あと鼻水もやだしね。私さ、一回稽古場、うららの稽古場ですっごい鼻水が止まらない時があったので、私、待って、私これもしや花粉症？ついに26歳にして花粉症デビューかって思ったら、本当にその稽古場の誇りがすごくてみんなだったのみんなだった、私だけじゃなかった。本当にその稽古場の上がやばくて、もうなんか埃だらけで、私だけじゃなく、私だからもうあれ、あの稽古場を離れてから一回も鼻かんでないんですよ。そうだから私は多分花粉症じゃなかったと思う。でももう飛んでるって言いますよね。いやだ、ヘルニアも。なんかあのオーステ、イルミナスのオーステっていう舞台があって、男の子が出る男の子が出る舞台、説明下手、語彙力どっか行った、語彙力東京に置いてきた、宮古島だからないです。男の子が出る舞台があって、渡辺和樹さんっていうキャストの方がいらっしゃるんだけど、その方がねヘルニアになってね、降板が発表されてて、昨日とかツイッター見たら、そんなことがあるんだって思って、もうお会いしたことないんだけど渡辺さん、かわいそうって思って。だって大捨て多分あと2週間とかで本番なわけじゃないですか。だからその代役の方とかが、もう代役も立てられてて、代役がなんとかさん、名前覚えとけばよかったなんとかさんが代役しますみたいなことを書いてあって、ツイッターで、マジでと思って。お会いしたことないけど、その渡辺さんね、降板しちゃった方、もう本当に心配です会ったこともない西村たらこが、心配、ツイッターの文章だけ見て心配してます。ヘルニアはしんどいよ。しかも私はもう大捨て1回しか見に行ったことないから分からないんだけど、その渡辺さん結構番手が上なのよ。
見たら多分3番って4番ってとかなんですよ、クレジットの名前順見たら。だからあきっとセリフがすごい多いだろうから、うわこれ代役の人大変だなって思いながら、もうねうららはそういうことがなくてよかった。でも本当大変だね、渡辺さん多分渡辺さんなんですけど、オーステは見に行きます、メイと約束しました、庄司メイとオーステ見に行こうかって。千住違う今ホール行ってきます、光が丘にある。オーステ歌って踊るからヘルニアじゃ出られない、そうだね、うららは歌って踊らないんですよ。あのね、まあもちろん歌って踊る作品がすごい素敵だと思うんですけれども、あの兄さんが好きじゃないんです。好きじゃないっていうか、兄さんが作る上では兄さんの演出は絶対ないんですよね。割と兄さんはもうその歌ダンスとか極力なくして言葉だけでやりたいっていうタイプの人みたいで、私はどっちも好きですけど、だから今回のうららは、私地味に初めてかも、あの舞台で歌踊りがないのが、あ嘘、風強ないわ、風強で急に歌って踊ってたらやだねあでも風強もまあまあ音楽に合わせて走るシーンはあったか、私がやってないだけで確かに吉田さんと対照的ですよね、しっかり差別化そうできてますね。確かに僕もミュージカルダメ、あーでもいらっしゃるね、私のお母さんの後ろに座ってた男性2人は楽しかったって言いながら会場で出たらしくて、お母さんそれ聞いて嬉しかったんだって。あとあれだね、品川駅でなんか新潟の物産展やってたね品川の理解の人ならわかると思う風強ミュージカルバーとかもう嫌だわ、私は。でもまあ上捨てとかもね、でももう上捨てはもう私2,3班だからな、完全に多分私が今さら上捨て出たら兄さんにうーわそっち行ったんだって言われそううーわ西村先生もそう来たか、そっち行ったんですねって言われそう私2,3班らしくて何班ね、笹団子売ってたよね、あとあののどぐろのなんかふりかけみたいなのも売ってた。立候補会から大崎、確かに歩けるよね、でも私は歩かないけど基本。お疲れ様、新潟も徐々に感染近づいてる、おー、ちなみに西村奈々子今月新潟行くんです仕事で多分ファンの方が枠お知らせができると思います。 2,3 ボイス脳内再生余裕でしょでしょ、何その高級ふりかけ。でも私はなんか今回のうららを見てちょっと本当に一回やってほしいと思ったのがあって、私はもしね今後庄司メイが軽コメに出てくれるってなったら、私は庄司メイになんか上捨てのオーディションっていう演目でなんかよろしくお願いしますってやってほしいって兄さんに言った。ちょっと
ジョステのオーディションでも何でもいいからそういう軽コメの演目書いてくださいって、それで庄司めいを混ざり木として出してくださいっていいねって兄さんが言ってた。よろしくお願いします。ちなみにで今ちょっと何名結構庄司めいファンの方が見に来てくれているので、プチ情報を言いますと、めいがセリフで私ムロツヨシに褒められたことがあんのよとか、なんかその役者芸能人の方から褒められたことがあんのよっていうセリフが あったんですよね舞台で。で最初中井貴一だったの、台本は中井貴一で、でもここを日替わりにしようってなって私がそのなんかメイが多分、ま、昔かなんか分かんないけど DJ コウさんと共演したことがあるっていうのは知ってたんですよ、事務所の先輩かなんかで。だからあの兄さんに DJ コウはどうですかって私が吹き込んだんですよ、しかもメイがいない時にそしたら兄さんがそれいいねって言って、でまさかの千秋楽に持ってきてくれて、私 DJ コウさんに褒められたことがあんのよって、そしたらめっちゃウケたの、もう私嬉しくてそれが一番嬉しかった、ウケた、よろしくちゃんで滑ってるけど DJ コウでウケたわと思ってめちゃめちゃよろしくちゃんで滑ってる時は毎回もう8回とも心折れてるんだけど、私DJ コウに褒められたことがあるのよ、でも最善のファンの方とかも結構笑ってくれ、拍手して笑ってくれてありがとうって私誇らしく思っちゃったまあ意外とね、私は日替わりはそんな要素的には多くなかったから楽だったけど、メイとか黒崎美桜ちゃんとか多かったよね。私ムロツヨシに褒められたことがあるのよ。私はちなみにすごい好きな俳優さんは西島秀俊さんです。もうお父さんが西島秀俊さんだったらお父さんが西島秀俊さんのルックスだったらもう幸せ。個人的にルー大島確かに私も面白かった。私ルー大島に褒められたことがあるのよ。何を褒められるのって感じだよね皆さんは俳優さんでなんか一番うわかっこいいなって思う俳優さんはどなたですか。男性でうわ顔整ってるっていう俳優さん、私は西島秀俊さん、イケてるよね、イケてるわ。皆様、あでも西島さん、キムタクもね、キムタクがさお父さんってどういう世界線なのって感じ。反町さんもかっこいい、トム・クルーズ、永瀬智也さんもさかっこいいよね。私は実物を見てかっこいいって思ったのはあの V6 の岡田さん、って思いました。あの世界の人へかな、なんかの歌番組で前室っていうのがあるんですけれども、本番前にちょっと休む場所みたいなのがあって、たまり場みたいなのがあるんですけれども、 NG それは収録かな、何幕か忘れちゃったんだけど、その NGT の一つ前が V6 さんで、
って思いました。あと歌がうまいで感動したのは、あのカモンベイビーアメリカンの人です。そう、イッサさん、そう、あの東京拘置所で仕事したことがあって、そう、共演させていただいたんですよね。でライブをなんか見させていただいたんだけど、もうあんなに踊ってんのに超歌が上手で、家帰ってお母さんに「イッサさんめっちゃ歌うまかった」って言ったら、それみんな知ってるから言わない方がいいよってお母さんに言われたの。それさ、本当恥ずかしいから、そんなこと今さら大きな声で言うの、それってみんな知ってる人だよ、みんな知ってることだよみたいな、世の中のみんなが当たり前なんだから、それ今さら変なこと言わないでよってお母さんに言われました。それ AKB ってアイドルなんだよって言ってるのと一緒だよと親に言われた。でも本当にイッサさんがすごい歌がお上手で、あんなに踊ってんのによく息切れしないし、なんかね、高音もそうだし、吉沢亮さん確かに整ってるよね。世の中のみんなが知ってる西村さん情報も駅伝が好きぐらいじゃない。ラーメンって美味しい、ラーメンは美味しい。これはラーメンなの？そろそろゆめちゃんの卒業公演が終わる？まだ終わんない。さっき前半は見てたの。エレベーターで長澤まさみさんだったことあるけど、背が高くていい匂いがした。素敵。西村秀俊さんっていそうだね。いそう。そばべさんの卒業公演終わった。本当はね、なんか奈々子さん見に来てくださいって言われてて、行こうかなって思ってたんですよ。でもその時はまだあの宮古島に行くことが決まってなくて。やだ、今お手紙読んでんの？どなたからのお手紙？ママ？ママのお手紙？誰のお手紙？ゆなこ？ひろちゃんからのお手紙？あ、そうなんだ。私の親は手紙を書いてくれたけど、なんかウケる、やっぱ西村の親だなって感じなのはさ、みんな最終の新幹線で帰らないといけないんでしょ？手紙短めに書くからってお母さんが言ってて、短めだったでしょって終わったから言われたの。奈々子手紙どうだったってお母さんに言われて、いや書いてくれてありがとう、びっくりしたよって言ったら、あのね、新幹線の時間があるからね、短めに書いたの、結構コンパクトに、でもちゃんといいこと書いてあったでしょってお母さんに言われました。そう、作奉行なの。ああ、マッシーとひのちゃんからのお手紙、素敵。そう、お父さんお弁当お差し入れしてくれました。なんか別にそんなにあのめちゃめちゃいいお弁当とかじゃないんですよ、うちのお父さんがみんなに差し入れしたお弁当って。でもなんかみんな他のねメンバーがあの、いやもう本当に奈々子のお父さんからのお弁当が美味しすぎて、あんな美味しいお弁当初めてみたいな、食べたことなかったみたいなことを言ってるから、 NGT 普段めっちゃやばいもの食べてるんじゃないかって思われるからやめてほしかった。そんなにいいお弁当をね、そんな高級弁当とかじゃなかったのにみんながあまりにも持ち上げてくれるから、お父さんが、NGT って普段何食べてるのって言われて、そうな、そう、長野のねお弁当も美味しかったんです。落語でその長野のハレルさんっ
ていううちの社長の同級生、中学高校わかんない、小学校か忘れましたけれども同級生がさんがやってるお店のお弁当をね、令和落語の時に食べて、それがもう銀だら弁当が美味しすぎてもう一回食べたいって思ってお願いしたんです。美味しかったな。やっぱさ、お弁当が美味しいとテンション上がる。あのね、ここだけの話をすると、あの純潔の、私が多分初めて女の子だけの舞台に出たのが純潔だったんですよ。家族の話は男性いたし、まあもちろん風強いも男の子しかいないし、純潔の時になんか女の子しかいないからか、お弁当が全部なんかこう洒落てるものだったの。正直お腹にもたまらないようなだからすごいキャストから不評で、だからもし私がもう一回座長できるってなった時は絶対がっつりしたお弁当を差し入れしようって心に決めたの。3年半越しに叶いました。4年、3年越しに叶いました。やっぱ男の、男性がいる舞台だとそれなりにがっつりしたお弁当が出てくるんですよ。ただ女の子しかいないとスタッフさんも気を使ってか、すごいね、おしゃお弁当を出すんですよ。おしゃ弁、いやおしゃ弁求めてないんです。まあ好みがあるけどね、しゃあないけど。でも私は昔はパンの方が好きだったけど、今はもう断然お米の方が好き。腹持ちがいいから。そうなのよ。確かにキャストさんのアレルギー情報ね、そうそう毎回聞かれる。私はないんだけど、ただ私が出会ったキャストでアレルギーがめっちゃ、あ、さきちゃん、そうだね、北田さきちゃんが結構アレルギー大変いっぱいあるんだよね。そうだそうだ、私はないかな。私はね、本当に小さい頃から何でも食べてるし、アレルギーもないし。誰かと食べたい。新潟行ったら弁慶行きたいな。お寿司食べたい。食わず嫌いなものはないかも。なんだろう、私が食わず嫌い、タコワサ、わさびが好きじゃないんだけど基本ね、タコワサ好きじゃないと思う。あと塩辛、イカの塩辛、サーモンの塩辛は好きなんだけど、イカの塩辛私多分苦手なんですよね。なんかちょっと嫌なんですよ。なんかナメクジみたいなんかイカの塩辛ってなんかナメクジを思い出すからちょっと苦手なんですよね、見た目的に。わかるでしょみんな、イカの塩辛みたいなナメクジの気持ちになっちゃうのすいません、多分みんなね結構お酒とか好きな人は好きだろうけど、私お酒飲まないんですよね。神田の、神田の弁慶ってどこにあるの。まあ、神田にあるんだろうけど、何口、神田の神田はたまにでもないけど、まあまあ行くっちゃ行くことあるけど見たことない。西口、あー、じゃあ商店街の方ってことか。冷蔵庫にイカの塩辛あるオタクの気持ちになってみる。いやちょっとなめくじ、なめくじ冷蔵庫だよそれ、やばいよ、やめた方がいいよ。神田駅徒歩2分、そうか。渋谷の寿司三昧でランチ、寿司食べたい。今日はハンバーガー、牡蠣は食べれます。牡蠣フライの方が好き。今日は
ハンバーガーしか食べてないな、まだ。でもそんなお腹空いてない。ナメクジなら塩分で溶けてる、確かにね。確かに。私今日さ、すっごい恥ずかしいんだけどさ、まあ今ちょっとメイクしてるんだけどさ、今日さ、その宮古島に移動するだけだと思って、ほとんど人と会わないと思ったの。だからもう髪の毛もボッサボサで、朝早かったからもう髪もボッサボサ、服もボッサボサ、メイクも何もメイクもすっぴんみたいな感じで行ったのよ。そしたら神の大地さんとかさ、神の大地さんのマネージャーとかさ、なんかそのいろんな選手の方とさ遭遇して、もう恥ずかしかった、もう見ないでください本当に、もう見ないでくださいって思いながら歩いてました。そんなつもりじゃなかったと思って。西村奈々子ってめっちゃボサボサだったわって絶対思われてる。宮古島駅伝のために私は今宮古島に来ているんですけど、でもツインの部屋をさ一人で使うって贅沢すぎ。私さあんまりホテルに泊まったことがない人なのよ。あの NGT の時も結局東京に家があったから強制送還されててあのそう、私とマリナ、東京に家がある2人はもうお家帰ってくださいみたいな感じだったから、ホテルを取ってくださることがなくて、楽しい今。そうそうなの、テーブルもあるし。いや私はねこんなこと言うのあれだけど、 NGT の、 あの経費削減に結構貢献してたと思う正直私があんなに舞台頻繁にできたのって絶対にあの家が東京にあったからっていうのも大きいと思う。まあもちろんその東京での仕事であの舞台とかだと別にあの舞台チームの方が出してくれるから別に NGT 関係ないんだけど、でも普通に考えて舞台出るってなったら、今はコロナになってるから稽古期間すごい短縮されてるからいいんだけど、昔家族の話の時とか1ヶ月以上稽古やったの。やっぱそれをやっぱそのいくら先方が払ってくれるとはいえ、先方も先方で大変じゃん、すごい金額が膨らむわけじゃん。私って本当に運が良かったの、マジで私運めっちゃいいなって思ってて、そう経費削減女だと思う。でしかも他のメンバーとかだと東京の街並みがあんまり分かんないから、仕事で東京集合、東京のどこどこの上野の浅草口集合とか言われても、メンバーは例えば10代のメンバーとか分からないわけじゃないですか。えってなっちゃうじゃん。私なんてもう何回現地集合があったことか。あの西村さん、あの出版社の取材がありますね、神保町駅に何時集合でとか、もうめちゃめちゃあったもん。現地集合めっちゃあった。だいたい出版社で神保町付近にあるんですよ。だいたいね他のメンバーとか東京駅のどこどことか結構分かりやすい、上野品川とか新幹線が止まる場所とかが昔は多かった、今は知らないけど当時はあったから、もう私これコストパフォーマンス良すぎだと思う。マジで広報のスタッフさん、もう西村便利だなって思ったと思う。現地集合でもあいつ絶対来てくれるからみたいな、フジテレビ集合とか私は割と都合、いい意味で都合は良かったと思うな。まあでもその分ね落語とかたくさんできたし
私はね一個の目標があって、あの私のね一個の目標はカルコメを新潟でやりたいの。でも多分できないんだけど、そもそも箱がないからいい箱がなくて多分できないんだけど。はじめまして、手会いたかったよハニー、お疲れ様です。私はカルコメを新潟でやりたい。それをね兄さんに言ったら、いいね、女に二言はないって言ったよなって、なんか聞いたことあるなっていうセリフが返ってきましたけど西村先生、女に二言はないっすよねってだから私は新潟でカルコメをやりたい。再来年ぐらいの目標。ねえ待ってね、私ね今年27歳になるの。再来年ちょっと待って、本当に30歳が近づいてきている。みそじがこっちに来ている。そう、箱はないわけじゃないんだけど、その難しいんですよ。それこそ新潟で落語やりたいっていうのもすごくスタッフさんは考えてくれていたんだけど、例えばじゃあすごくリアルな話、新潟どっかで落語やるってなったら必ず、まあシンプルにお手洗いの数が多いところ、お客さんの数もあるして、袴着てるから洋式のお手洗いがあるところっていう縛りがあったりとか、なんかいろんな、なんか袴で移動するから楽屋からステージとか遠かったらしんどいし、もういろんなことを考えると本当にないんですよね。三原さんは元気で25歳って言って、そうか。でも三原もうあと1ヶ月もすれば26歳ですよ。もう30が目前だよ本当に。でも楽しみです。そう、こんなに年齢に対してビクビクしてるの多分ね20代までだと思うの。リュートピアか、ちょっと箱大きすぎない？みはるちゃんは次の誕生日を機に年齢を言わなくする。そう、何それ。私ももう言ってないけど、ただ私ねこのうららで結構もう自分は年が上の方だって思って、だからきっと年下の子がたくさんいるって思ったら意外と少なくて、あのむしろ下の方、いや中間ぐらいの年齢だったの。だから意外とお姉さんたちがいっぱいいて嬉しかった。ゆみみも、黒崎みおちゃんも、えますも年上だし、あと、ま、メイ、私、ぶきちゃんは同い年だしって考えたら年下が案外少なかったんですよね。奥村ちゃんも年上だし、黒崎ちゃん割と同世代でちょっと湧いたね。あのさ、いや私、いやちょっとあのちょろすぎないみんな。え、私さ、その自分がフォローしてなくてもなんかツイッターのタイムライン流れてくるんですよ。で私の知っているファンの方がキャストに DM 送って、なんか湧いてるのを見てるんですよ。え、ちょ、えみたいな、えみたいな、なんでみたいな、ちょろ激ちょろマンがマジ10人ぐらいいた。リュートピアもいいキャパスのとこあるんだね。みんなが来てくれるなら。ちなみに私のお母さんは、まあ、うららも良かったけどカルコメの方が好きかなって言ってた。私はどっちも好きだけど、でも、まあ、毎回うらら、まあ、カルコメを
たくさんやってうららを挟むぐらいがちょうどいいんだろうね。そのタイムライン不良品なので返品した方がいいです。返品しないです。こんばんは。舞台の次の日女子プロレスラーとボウリングした場合はセーフ。どういうこと？女子プロレスラーの方とボウリングする世界線があるんだ。こんばんは。カルコメをねいつかやりたいな。私が誕生日の時に、今年は多分無理だな。来年の私の誕生日の時に西村七子プロデュースのカルコメできないかな。別に私脚本書けないんだけど、キャストと場所だけ決める。キャストと場所は私が決めて、内容は兄さんに丸投げなんだけど、一回やってみたいな。庄司芽衣、西村七子、大滝沙織。上野由美。今考えてる。めっちゃいや安藤千香菜大丈夫です、大丈夫です。安藤千香菜大丈夫です。な、あ、奈良美春、この後、あー、エマスリンいいね。安藤千香菜大丈夫です。はい、安藤千香菜逆版で逆版でやらせます。大丈夫です。いつかやってみたいな。まあでもね、あんまりね、なんか身内笑いになったら嫌だからやらないけど。いや私ね、大滝沙織ちゃんは天才だと思う。本当に。あと小山桃代ちゃんもすっごいお芝居上手だよね。美晴ちゃんも役者をする世界線が存在するのか。でも美晴ちゃんなんか気がついたらすごい声が大きくなっててびっくりした。この間 DMM 見てたらさ、あ、全然思い出せない。タラナタラナナ、絶対踊りこれじゃない。あのひのちゃん、まりな、みはで歌っている、タラナタラナナナナナ、嫌いなのかもしれない。ちっちゃいもの嫌いなのかもしれないを3人でやってるじゃないですか、公演で。あれ DMM 見てて、なんかそのひのちゃんもまりなも声声量お化けじゃないですか割と。そう、ひのちゃんは清涼お化けっていうのもみんな知ってると思うけど、あのマリナも隠れ清涼お化けなんですよ。で、あの二人が結構声が大きいのは多分皆さんご存知だと思うんだけど、みはるもめちゃくちゃなんかめちゃめちゃ声出てて、私びっくりして、え、みはるってこんなに今大きな声出るんだって思って、思わず LINE しちゃいました。そしたらめっちゃ喜んでた。みはるはなんかね、弘前にね、イトーヨーカドーがなくなっちゃうんだって。それがショックすぎて私にね LINE してきたわ。でも多分ね、弘前にある建物って多分ね奈良家しかないと思うってぐらい、もう弘前から建物が減ってるらしい。多分弘前に今ある建物は奈良みはるのお家だけです。あと私は毎回 DM、 毎回でもないんだけど DMM 見てすごい驚くのは、あのみゆみゆの声量。みゆみゆってさ、めっちゃさ歌声ちゃんと通るよね。あんなさ、もうなんか細くてさ、あ、褒め言葉だけどごぼうみたいじゃん、細くて細長い細長いシュッとした子でさ、なんか全然線が細くて声もあんま出ませんみたいな子かと思ったら、めちゃめちゃ大きい声で歌ってめっちゃ存在感あるじゃん。なんかみゆみゆの声ってすぐ分かりません？あ、みゆみゆ歌ってる、うわ声大きいみたいな。意外とやっぱ NGT 声量お化け多いよね。え、新潟、糸魚さん、ミハ糸魚って呼んでる。え、新潟もさ糸魚かどうなくなっちゃうんでしょ。
大丸忘れちゃった。まあ基本的にあの住人トイレは清涼お化けなんですよ、マジで。本当にあゆも私もニャーニャーもカドちゃんもマジで清涼お化け軍団。あ、カエリも大きい、マッシーも声大きい。あ、大丸じゃないわ、丸大って読むの知らない。大丸は違うね。え、長野も、え、長野もなくなってない？東洋かどう？え、長野ってなくなってない？なんか長野ってなくなってなんか別の建物になってない？忘れた。長野市なんか変わったよね。わかる、トイロマジ声でかかったよね。こんなに清涼お化け軍団ってあるのかってぐらい住人トイロ懐かしい。あの松本もなくなるんだ。私ね、やっぱ声特徴あるよねって言われる。その舞台やってて、それこそ今回のうららでなんか西村さん初めて 見たけど声が印象的だったみたいな。あとなんか背が高かったとかすごい ありきたりなことよ書かれてて、そう背高いんです。そう意外と背高いって言われる。でも意外でもないか。ゆめちゃんお疲れ様。ゆめちゃんなんかあれ日刊見たけど引退するんだってね。悲しいです。生誕出てくれないかなって思ってるんです。そう私意外と背高いんですよ。164センチ、調子いい時多分165ある。調子の問題、多分本気出せば165いけるの私。でも本気出さなかったら164、ちょっと怠けたら164で、本気出したら165あるんです私。だから結構私はね背が高いんですよね。でそのくせにヒール履いたりするからもう2メートルぐらいあるんじゃないかみたいな。一時期ね身長高いの割とコンプレックスで、ちっちゃい女の子の方が良かったって思ってたけど、今は何にも考えてない。まあ舞台映えするから主演感出ていいなみたいな。さてそろそろ1時間経つし、もう明日朝早いんです。めちゃくちゃ明日起きれるかしら。160円めっちゃちょうどいい気がする。本当でかくない？やっぱ NGT がさ一期生ってそんな大きい子いなかったんだよね。そうでも舞台に出ると私割といい身長してるって言われるの。あと声がでかいとも言われるし、背高いとか。ソーキそばは食べません。え、白石真由美ちゃんってそんな大きいんだ。白石真由美ちゃんは会ったことがありそうでない、あ、共演したことがありそうでないんですよね。すれ違ったことはあるんですけど背が高いの羨ましい。本当？私はまあでもね、私お父さんもお母さんもね身長ちっちゃいんです。そんな高いわけじゃないの。ただお母さん157とかなので、お父さんも172ぐらいで、もいたって普通の人。お父さんはでも私がなぜ身長が割と高めかっていうと、お父さんのお兄さんは180あるんですよ。でお母さんの妹は170あるんですよ。だからその素質はあるんですよね親の兄弟は高いんですよ。そう素質、背が高くなるポテンシャルは持ってるんですよ。
そうなの。ポテンシャルだけあって、たまたまちょっとお父さんとお母さんがちっちゃかっただけで家計的には大きいんですよね。私のお父さんは大きく見せかけてちっちゃいんですよ。あのね、骨格がお父さん肩幅もあるし、あの顔も大きいからあの身長高く見えるんだけど、実際はもうめっちゃ普通の人です。というわけで8時になったのでショールーム終わりにしたいと思います。明日は宮古島駅伝なのでお仕事頑張ります。13位アップルシードさん、ありがとうございます。12位トラキチアット新潟島さん、ありがとうございます。11位オレガマスルダさん、ありがとうございます。10位ユータさん、ありがとうございます。9位ツトムアットピオさん、ありがとうございます。8位クニさん、ありがとうございます。7位コウセイさん、ありがとうございます。6位シンさん、ありがとうございます。5位サイさん、ありがとうございます。4位ヒサさん、ありがとうございます。3位サイクロンジョーカーさん、ありがとうございます。2位セッテンガーさん、ありがとうございます。1位ショウイチさん、ありがとうございます。ネイル可愛かった。うららに合わせて黒いネイルにしたんですよ。でお花もついてるの。でももうそろそろ変えないと。ということで配信ありがとうございました。宮古島が楽しみます。皆さんぜひイカの塩辛食べてください。私は食べませんけど。またね。